度開かれる芸術文化の祭典、神戸ビエンナーレ。神戸に芸術文化の力を結集して内外に発信する機会を設け、神戸の芸術文化のさらなる振興を図るとともに、町のにぎわい活性化につなげるため、2007年に第1回目を開催しました。そして2009年、和をテーマとして2回目の神戸ビエンナーレを10月3日より開催。大勢の来場者でにぎわいを見せました。神戸ビエンナーレ2009ではメリケンパーク会場をはじめ4つの会場で様々な展示や催しを繰り広げました。メインとなるメリケンパーク会場では、海上輸送用コンテナを展示空間として、アートインコンテナ国際展などのコンペティションや企画展示を次々と展開。70個にも及ぶコンテナに展示された作品群は見る人を魅了しました。会場の出入り口のゲートもアーティストによる作品、来場者の方々をアートでお迎えです。またアートカフェもオープン。アートを感じながらのカフェは人気を呼びました。兵庫県立美術館会場では、神戸をはじめとする兵庫ゆかりの現代アーティスト12名による招待作家展リンクしなやかな逸脱を開催。絵画、写真、彫刻、ビデオ、インスタレーションと幅広いジャンルの作品を展示しました。神戸港会場では、港の突堤や防波堤、船を係留するドルフィンに作品を展示、神戸港海上アート展として開催しました。国内外で活躍する3名のアーティストによる船からしか鑑賞できない海上アートは、港神戸を感じさせる展示として話題を呼びました。商店街などでは、街中を一つの表現空間と考え、街の人々と学生たちが連携して様々なアートプロジェクトを展開。アートで街を緑に変えようという試みで、植物を用いた展示なども行いました。また音楽で人々をつなぐコンサートや、大人と子供が一緒に楽しめるイベントなども開催しました。その他にもメリケンパーク会場とその周辺で共催イベントや連携事業を展開。音楽コンサートに演劇、街中でのイベントや展示なども開催しました。アートインコンテナ国際展の入賞アーティストを中心としたワークショップも開催。親子やカップルなど大勢の参加者でにぎわいを見せました。神戸ビエンナーレ2009では、関係各所のご協力のもと、プレイベントとしてパフォーマンスやライブ、パネルディスカッションなど多様なジャンルのイベントを様々な場所で開催。またキャラクターも登場し、ポスターをはじめとしてチラシやバナー、オリジナルグッズなど街のあちこちで微笑んでいました。そして前売り券にはこんな工夫も。爽やかな秋晴れのもと、華やかに神戸ビエンナーレ2009の開幕です。初日から多くの方々で会場はにぎわいました。いつもと違うメリケンパーク、そしていつもと違う秋を満喫していただいているようですね。
話題となったのがメリケンパーク会場と兵庫県立美術館を結ぶアート鑑賞船です。神戸ビエンナーレの開催期間中のみ運航し、船の中では船上パフォーマンスとしてコンテンポラリーダンスを披露。海の上でアートを楽しみながら港神戸が満喫できたととても好評でした。季節の移り変わりとともに日の傾きも早くなり、自然が作り出す美が訪れた方々を迎えてくれます。会場の火が灯る頃にもたくさんの方々がアートを楽しみに足を運んでくれました。秋の澄みゆく風を感じて開幕した神戸ビエンナーレ2009。神戸の街中をミュージアムとして繰り広げ、164,434人の輪が広がりました。アートを通じて港で出会った人たちとまた会う日を楽しみにして手を振り続けます。